どうもゆうやです。ゆうやです、今朝の7時なんですけれども、これが宮崎ロケ、宮崎九州は宮崎にね飛ぶということで、黒毛和牛をね生産している畜産農家の見学に行かせてもらおうかな。牧場ね、はい、牧場に行かせてもらおうということで、じゃあ行ってきます。早くね、食べに立ち食いそばだから爆速で行かない、時間がないから急いです。着地の時さ、ちょっと怖かった、ね、結構急に来たね、ガガガガガガガッて、すっごいスピードで着地したから、あ、怖いと思った。サスペンションが弱かったの。一応宮崎のブーゲンビリア空港、ブーゲンビリア、今日はね、ビッグホリデーさんにご協力いただいて勝手に訳しただけだけど案件だよ、暗黙感が出てる。宮崎ってまだ南国みたいな。宮崎初めて着いたわ。マジで初めての九州、南国だわ。はい、ということで、はい、やってきました。宮崎県の西都市にあります、こちら有田特畜産業というところに来ております。黒毛和牛を生産される会社の、本社屋ですね、こちらは。今あの黒毛和牛は黒毛和牛でも、若いめちゃくちゃ、はい、あのサシが入ってる宮崎牛とか松阪牛とかいわゆる若い牛じゃなくて、はい、おばあちゃん牛の経産牛というのが流行ってるんですよ。経産牛安いですもんね。経産牛めちゃめちゃ安くて、それがもうめちゃくちゃ出回ってるんで、最近主流になってきてですね。あのとか要は大衆焼肉屋とかで、はいはい、もう黒毛和牛って食べ放題めちゃくちゃあるじゃないですか。そうですね、そうなんですね。飲食店どうですか、何系の業態で。本当に和牛海賊ってお店、もうこのお店のまま赤坂で、港区のめちゃくちゃの和牛のファンかなと思ったら、あの店の名前だったんですね。店の名前あ、どうなんですね。和牛のファンでもありますけど、ファンでもあります。同時にお店もやってるので初めて宮崎来たんですけど。初めて来ました。九州は初めてですか。九州自体が初めて。あ、そうですか。沖縄とか行ったことあるんですけど、まあ、あんま用ないですもんね、確かにね。なんか物作るとこなんで、何か目的で来るとこじゃないですもんね。和牛の牧場行くのも初めてです。初めてですね。僕自体初めてです。そしたら今日1年見れば、多分牛がどんな感じで、どういう牛がどうなってっていうのが、噂によるとその餌によってだいぶ味が変わってくるっていうのを聞いてて。そうですね、餌とあと血統とかもありますね。血統もある。はい、ちなみに今うちが7300頭ぐらいいるんですよ。はい、で黒毛和牛が6500頭ぐらい。ほとんど黒毛和牛。はい、だいたい餌がガラッと変わるんで。うわー、おお、でっ
でっけー。あんま大きい声出したらあれだな、多分小声で喋んなきゃいけない。大体セリで10ヶ月ぐらいの牛を買ってくるんですよ、はい、70万から80万で、右の耳に書いてあるのが3月に仕入れだってことなんで、10ヶ月プラス、今10月なんで7ヶ月、17ヶ月の牛、あと13ヶ月で出荷する、はい、まだこの時点ではばっこり太らせないんですよ。ビート級とか聞いたことありますか、ね、はい、油が中に、はい、今の時点であんまり油つけると筋肉と筋肉の肉の間に油が噛んじゃうんで、今絞って絞って最後の10ヶ月ぐらいでぐわーっとこう肉をつける。油をつけるタイミングとかももっと手作業度合いである、はい、最初からつけてダメなんですよ。だから出荷前の牛からすると3分の1ぐらいですから、うん、大きさが。地面柔らかいのは何なんですか。これはもう堆肥です。こちらのムーチですね。最初ベッドあのコンクリートなんで、はい、綺麗に一回取った後に薄い木くずを、あれですね、木を切った後の粉が出るじゃないですか、はい、あれを敷くんですよ、ベッド代わりに。なるほど、柔らかくして、それとうんちとションベンがこう一緒になって今こんな感じで、1ヶ月に1回ぐらいはこれ変えるんですよ。これが個体式でそのまま肉にもくっついてくるから、はい、こういう感じで静かな状況を保つっていうことですね。そっか、牛は静かにゆっくり育てた方がゆっくりするストレスがない方がいい。取りますね。これのもう一個向こうの牛舎が、大体22、3ヶ月の牛なんで、もう一回り大きくなってるので、そっち行ってみましょう。これで高級を出ますか。これまだ肉に厚みづくらなんすごいやん。肉ついてますね。うわ、22、3ヶ月厚みが全然違う。全然違いますね。ここまで違うんですよ。もう発酵してきた。20から32の間で実は長く育った方が身も短くて身としっかりしやすいんですよ。メスの方がいい。メスの方が美味しいです。エモ牛のアースメディスン、はい、できるだけ薬使わないようにこう。薬を使うとどうなっちゃうんですか。薬を使うと、いろいろ薬もあるんですけど、はい、まあ、牛が病気になるんですよね。肺炎とか熱出したり、はい、その時に抗生物質を打つんですけど、はい、それをなるべく打たないように、その前の段階で例えばこう牛環境をきれいにしたりとか、下そのこう清潔にしておくとかというので、薬をできるだけ使わないように健康に育てる。その薬使うの前の段階で、ね、から気をかけてこう牧場管理をしていく。あ、そもそも健康管理しっかりしてるから抗生物質を打つ必要はないよ。そうですね。それを、まあ、100% じゃないですけど、それを使い方を目指してるっていう、はい、環境がいいから。そうですね。薬を使わなくても、はい、じゃあ逆に薬使ってバンバン育ててるところは環境が 悪い可能性がある。そうですね。やっぱり肺炎になりやすい牛舎とか病気になりやすい牛舎っていうのは何か疾患があるんでしょうから。そうすると肉の質にも影響するから、やっぱ薬打つとやっぱ肉質がやっぱ味がなくなったりとか。味なくなる。ちょっと味が強くなったりとか苦味が出たりとかいろいろ言われますけど、ね、静かですよね。やっぱ目つぶって来られたら牛舎がどうか分かんないぐらい静かだから、ね、そうですね。で扇風機の音しかするので足って静かです。管理が大変そうですね。管理は結構大変ですね。やっぱこれ将来的に人手不足とかないそうですリアルな話だから牛舎の作り方からもうどういう効率のいい餌のやり方とか、こう牛がしっかり見れる管理できるような牛舎の作りをして今ここで行ってる感じです。そこはもうやっぱテクノロジーの分野になってくる。そうです。もう入れていかないと、もうやっぱ宮崎田舎なんで、はい、やっぱ人材がどんどん減っていってるんで。まあでも牛はみんな餌やっときゃいいだろうと思ってるかもしれないですけど、餌やってるだけじゃまあ殺しちゃうこともありますし、収穫量がやっぱ高くなるんで、もう
でっかいなと思った。これはなんか一周してない。そうね、なんか結構隔離されてるというか、2頭ずつぐらいに分かれてるんだね。ここでしっかり餌調整して仕上げてもらう。もう油をつけまくったりとかするのもこのぐらいになってから。このぐらいはもうガンガン出せます。上に扇風機がついてるのもやっぱ風を当て続けると牛がいい感じになる。順番ですね。空気をきれいにして、あの空気が対流するとあのうんちとかおしっことかしちゃうんで、アンモニアを下から湧いてきて、それで食欲をなくしたりもするんで、常にこう風を回してる状態ですね。そういう仕組みなんだ。あとはもう疫病が流行らないように。なんかイメージしてたのはなんか広い牧場で。放牧みたいな、皆さん結構言われますけどね、ああいう感じでしたら馬みたいな肉が出ちゃう。馬みたいな、まあ、筋肉質って、システマチックに管理されてるんですよ。そうですね、やっぱりその大体10キロから13キロぐらい食いますから、うん、かなり科学的な検知から管理されてる。そうですね、しっかり管理しないとやっぱ霜降りが入んないとなんですけど、ここも600頭ぐらいここの牛舎でいるんですけど、全然鳴かないですよね。そうですね、静かな感じで。でかいもんね。そういう環境作りって大事ですね。尻尾振ってる関係ないか。ちょっと気になったな。ちょっと気になったのかな。なんだっつって。やっぱなんか毛のツヤが意外と綺麗だよ。毛のツヤ綺麗ですよ。うん。想像よりも毛が輝いてるね。しっかり栄養逃げてしょですね。しっかり栄養取ったら、毛のツヤも良くなりますね。嬉しいな。ああいう感じにリラックスしてる牛がやっぱいいですね。やっぱよく食べてよく寝ないと大きくならないんで。ここからこう今20センチくらい上がってるんで、そこで降りたらもっとでかさが如実に分かると思うんですよ。あの、うわ、でっけー、でっかー。これが分かるか、でっけー。意外と大きいですね、比較対象があると。これで食べるのかな、850キロぐらいかな。800キロぐらいまで持っていくんですね。餌がだいたい朝の9時から1時間ぐらいかけてやって、で、3時からまた1時間かけて餌やるんですけど、その2回ですね、1日2回です。1日2回を1時間ずつ。そうですね。ホルスタイン牛も肉牛として食べるんですか。ホルスタインも肉牛ですね、うちの場合は。再肥育って言って、もう乳が出なくなった、妊娠しなくなった牛をもう一回餌あげてちょっとだけ肉質を良くして。全然ホルスタイン牛でも美味しいですよね。美味しいです、美味しいです。はい、ミルキーな感じがするんです。そうですね、まあでも餌のやり方によってですけど、はい、しっかりあの大豆とか、はい、タンパク質とか餌合わせに調整すれば、そのミルクの臭い感じはなくなりますね。完成された黒毛和牛を一頭買いするってなったら、大体どれぐらいの価格になるんですかね。一頭買いだと、今はちょっと値段が下がってるんで、ちょっと参考にはならないですけど、普通は大体120万から、高いのは150万とかいくんじゃないですか、200万とか、はい、もちろんいきますけど、ね、大体平均すると120万前後ぐらいじゃないですかね。これが、妊娠牛の、完全に種付けるような牛ですね。ちっちゃ。これうちの牧場じゃないんですけど。あ、そうなんですか。はい、こうやって運動させた方が、人間も一緒じゃないですか、あの運動させた方が、あの妊娠してる時はいい、大事ですね。あと足腰を強くする。逃げないんですかね、あれ。一応電線が通って、電気線が通ってるんです。あ、ホルスタイン牛。あの骨格が違います。今これまだ競りで野生とおばあちゃん牛を飼ってくるんですよ、はい、で大体8ヶ月ぐらいかけて再肥育って、もう一回餌を与えてちょっと肉質をあげるんです、これまだ買ってきたばっかりの状態なんです。おばあちゃん牛を飼ってくるんだ。そうそうそう、もうミルクが枯れちゃって。そうですね。それを肉牛に仕上げていく感じ。カリカリの状態ですね、なんか匂いがさっきと違うな。赤毛、赤毛和紙ってやつ。はい。こっちが黒毛和牛の経産牛。経産牛。全部おばあちゃん専用です。全部経産牛。
熟女です。赤毛和種ってあんま食べたことないかもしれないな。あんま数が少ないですもんね、はい、あんま出回ってないですてか和牛の9割以上はもう黒毛っていう。そうですね、はい、黒毛ですよ、うん、まあでも赤身で美味しいですよ、うん、こんなあのガリガリはこんな感じでちょっと大きめになるんですね。本当に取ってる、うん、入ったらね大きさがね、うん、おー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 でけえさっきよりでかいじゃん。でかいですね。あ、ホルスタイン種ってやっぱでかいんだね。でかいわ、うん、あれめっちゃレアじゃない。白と茶色、うん、あれコーヒー牛乳出んじゃん。そういうボケいらんね。でっけぇ170度くらいあるじゃん、高さ。これもう身長がもう、はい、170超えてきてるな。これ茶色毛はレアなんですかね。たまにありますね、こういうのが。ホルスタイン種ってあれだけアメリカからの輸入系の。そうですね、どうだったかな、イギリスとか。イギリスとかでしたっけ、ね、日本にはもともといなかった牛ですよ。そうですね、外来種。外来牛、うん、模様が全然違うんだよ、他によって、うん、あれほら白いの、うん、いっぱい白い。だからさ、黒毛和牛も確かに外来種との混雑。純粋じゃないですね、純粋掛け合わせで。掛け合わせで明治ぐらいからやっと作り始めたみたいな。そうそうそう、まあ、結構だからそのミルクっぽい香りがするとか言うんですけど、はい、こういう黒毛和牛に与えてる餌とほぼ一緒なんですけど、こういう感じでコーンと大豆、はい、がもう主原料ですね。これ与えてるとそのミルク臭いっていうのがだいぶ抑えられます。旨味がこう出てきますね。基本的にはどの牛もコーンと大豆が主原料なんですか。基本そうですね、そうなりますね。穀物と大豆か。はい。なんかもうちょっと草とかを食べてるイメージあったけどね、なんか。あ、草も食べてますよ。草も食べるんですけど、今はあの8ヶ月くらいかけて太らせなきゃいけないんで、草は大量になると草だけでお腹いっぱいになっちゃうんで、太る材料がないじゃないですか、タンパク質とか脂質とかカロリーが必要なんで、でカロリーをあの摂取してほしいんで、もこういう餌をガッとやって、草はちょっとだけ。全く草がないっていうのも今度は食べなくなっちゃうんで、これ独自の配合。そうか、あと他にも独自の配合です、ね、教えられない感じのやつですね。これは企業秘密ですね、多分どこもみんな言わないと思う。教えてくれるのはコーンと大豆だけでした。そんだけですね。あと、いろいろありますけど他に。餌が絡めたから、うん、あとの残りは想像ということで。想像で美味しくない和牛は何をあげてるんですかね、逆に。美味しくない、なんか水っぽい感じの油の。あと、いろいろあるんですけど、まあ、こんなに言うとあれですけど、まあ、さっき言ったように薬使ったり、なんかちょっと、ホルモン剤じゃないですけど、いろいろ、ちょっと大きくなるような。なんかホルモン剤使えば太らせるの簡単そうな気がしますけど。そんな感じの太るやつもあるんですよ。あんまり、ここが言えないですけど、はい、成長率早くなってきます。ものすごく、はい。鶏とかで使うやつ。あ、ちょっと似てるかもしれない。はい、ただもうものすごく大きくなるんですけど、味が薄いとか。やっぱ味全く、だから薄味なんだよ。なんか味の濃厚さがなかったそうそう。なかったんだよ。安いわけだ。店の名前言えないけど。肉とかは綺麗なんです、見た感じは、はい。味があんまりないんですよね、肉としての。まあ、ランクもね、あれも結構やっぱハックできるっていうか。そうそう、英語ランクって別にその味ってことではないからね、多分。そうそうそう。ただ霜降りが、霜降りとキメとかつやとか。具合ですもん、結局。この辺が赤牛。赤牛ですね。これの熊本から作るんですよ。熊本さんの。はい、これも和牛の一種ですね。これも和牛ですね、はい、黒毛和種、赤毛和種、短角種、無角、無角、この4つが大体。だからもうここは3種類ですね、牛がですね、はい、赤毛、黒毛、ホルスタインの計算、はい、ここも静かな感じで保つことができて、空気の入り替えもしっかりなってますね、はい、まあ、今やるだけだったらね、うん、1日3時間まで終わっちゃうんだけど、はい、それ以外の管理が大事なんです。衛生管理とかか。そうですね。これ何だろう、飲み水ですか。これ飲み水です。あそこの小屋があるじゃないですか、はい、あそこから汲み上げて全部この小屋で引き上げてるんですよ、はい、地下水が80メートル下まで掘ってる。ちょっと水が飲みたくなったらすぐ飲めるよね。そうですね、スイッチ当たれば、触れればもう水が出てくるんで。じゃあ自分でやれるんだ。自分でやります。顔突っ込めば顎が当たるんで、顎当たるんで。結構頭いいんですね、牛って。はい、もう覚えますね、すげえ。水のスイッチ入れれるんだ。
餌は企業秘密か。そりゃそうだ。誰も言わない。そこが知りたかったんだよな。餌はもうあの、見た目で。餌はもう見た目でいくしかない。でも結局食べりゃ美味しいきゃいいんだもん。食べて美味しい。あとはもうカロリーとかのコントロールなんですよ。あ、それでどのぐらい刺しを入れるかとか。めちゃくちゃ科学的ですね。はい、めちゃくちゃ計算してますね。放牧ももちろんああいう感じでいっぱいいますし、はい、ああいうのはもう繁殖農家ですね。あのやっぱ2種類で、肥育農家と繁殖農家、はい、子供を産ませる農家と、もう肉に仕上げる農家の種類に分かれる。うちはどっちともやってますけど、ね、はい、ストレスがやっぱ味に影響しますもんね。なんでも味に多分影響すると思いますね。まあ、成長には確実に影響しますね。牛の大きさとか、今からの時期は子牛は肺炎にかかっちゃうんですよ。冬だから。冬、人間と一緒で、しかもその肺炎にかかっちゃうと移りますもんね。もう違う牛にもどんどん移っちゃいますし、下手したらもう死んじゃうんですよね。あ、じゃあせっかくの牛がもう大変になっちゃう。子牛の半分ぐらいの、半分以上の理由は肺炎じゃないですかね。あ、人間の持ってる菌とかが肺炎の原因になってるんですね。あとはもう全然違うと、牧場とかに行ってる人の菌を足の裏で持ってきちゃったりとか。結構繊細ですね。繊細ですね。肺炎とかにはすごく、肺炎と下痢と熱ですね。この3つはかなり気にしてます。病気なんだな。どうしてもこちら病気が怖いですね。それが菌がいかないようにするみたいなことで、この箱で送られてくるんですね。あ、これじゃ飲食店に卸す用の。飲食店で ここまでやって。飲食店用なんですか、ここは。飲食店、店舗のやつ、こんなここまでやってくれるんですね。ここまでやってるんですか。だからもう、あのチェーンとか店舗とか置いとこは、前立てのパッチして焼くだけとか。で、一個一個シンクするんで。あ、やっぱここまで来るともう美味しそうですね。はい、うん、これも何ですか。肩ロース。肩ロースやっぱでかいな、スライスで。よっしゃ、肉切りましょうか。ぜひ。はい、めちゃくちゃ有田さん、福屋さんっていう店舗名。店舗名